恋をした相手に旦那さんや奥さんがいた。だからなんだ。なぜメディアの前で謝るのか。肯定できることではないとしても、たとえ周囲に否定されてもその恋を貫きたい。そんな人を応援する人たちもまた、世の中にはたくさんいる。記者会見まで開き、すべてが絶対許されない、まるで大罪を犯したかのごとく、凶悪犯罪者のごとく晒され、謝罪することはおかしくないのか。相手の心を傷つけたことに対し、当事者間で償うべき責任は確かにある。だが、その愛情が事実で、本物であるのならば、むしろ貫けばいい。人を愛するなら、叩かれることも、裁かれることも覚悟の上で愛せばいい。困難なことやリスクは誰かを好きになることにおいて必ず存在する。それもまた、覚悟の問題。